皆さんこんこにちは草のでですす宮オフトピックはアメリカを中心に最新テクニスやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはピーター・ティールの一番恐れていることについて話していきたいと思います。今日はまあ引き続きピーター・ティールさんの回、えー、ちょっとパート3まで来ましたというところなんですけどえー、っと、まあですかね、まあ今まで話した内容を まあどうつながってるのかっていうところを今日主に話し,たい話していきたいと思うんですけどなんかまあピーター・ディエさんの話をいろいろ聞きますとまあ前にも言ったように結構鉄板ネタみたいなのがいっぱいある中で全体的に一つのテーマっていうか,なんか全部つながってるっていうか,なんかあの関係性があるのかなっていうのをなんか思うようになってきまして。 はい、なんか別にピーター・ティーさん自身がそう言ってるわけではないんですけどな,なんとなくその見た中だと結構関連していいまあピーター・ティーさんは別になんかそれぞれのなんか尖ったことを言ってるのではなくてなんか特定のやっぱり世界観を持っていてでその世界観がワークするパーツパーツを多分尖った形で話してるだけなのでなんかそこのそこがどうつながっていてな何を見てるのかっていうのをなんかもっと探るためには全体像を なんか話す必要があるのかなというふうに思っていますと。で、なんか特にこれは、ですかね、ピーター・ティールさんが直接言ったことではないので、まあ僕の推測でしかないですけど、なんか今までのそのちょっとランダムっぽかったトピックが、なんか一つの彼の哲学に基づいているっていうところで、まあ結局、ピーター・ティールさんが何を求めてるか、うんえー、まあアメリカ、まあ特にそのアメリカっていう国に求めてるのかっていうと、 なんかもう成長してしてほいっていうのが多分根本とはまあベースで言うと生産性を上げてほしい、まあ、GDP を上げてほしいっていう、えー、ところでこれもなんかすごい特定の理由があるんですけどそこもちょっと後々説明する、えー、しますとでまあなんかその中でアメリカがこの4 5 0年間そのイノベーションがその加速してた減速し 加速してたのか減速してたのかでいきますと減速していたんじゃないかと。ただ、その他の国と比べるとやっぱりアメリカはまだトップにあったりま、まだ状況が良かったりするので、なのでその,その世の中的には特にアメリカ人の中だとそこの減速を感じていない。で、さらにこのテクノロジー、ソフトウェアっていう領域 がえっとまあ、本当にこの一部の領域がすごい伸びて、えー、いるからこそ,なんかその国全体としては減速、えー、してないように見えてしまう実態としては減速している、まあ、その中でこの世の中的にこの分裂みたいな、まあ、特に政治的な分裂、えー、が起きてるっていうところもなんかこれそれぞれこの成長のなさにつながってるんじゃないかっていうのがピーター・ティルさんの仮,仮説であってでなんかまあ例えばなんですけどある スタートアップ会社が、まあ、50人ぐらいの従業員がいますとその会社が今その経済状況とか、まあ、そのマクロ的な余裕もあってちょっと今ちょっと厳しい状況にいますと <laughs> でそうなった時に、まああのー、経営メンバーである判断を、えー、出して全員,全員に10%の、えー、給料を落としますとでもちろん,なんかみんな満足はしないもののでも 理解はできるわけなん,ですよ、ね、なんかそのこの会社を育てるためには一回ちょっと犠牲が必要ですと、うん、でも例えばですけどこの会社がなんか大きく2つの派閥に分かれてたとしますと、はい、そうなった場合にそのな会社のためにっていうことではなくて自分たちの派閥のためにっていうことになってしまってけ結局そのえー、まあその全員10%のントの 給料のカットを受け入れるかっていうと、なんか、なんでこの人が受けてるんだとか、なんか、我々は5%でいいんじゃないかとか、えー、っていう戦い合いになってしまいますと。で、まあ、これをその国全体、えー、として見たとき、えー、にその、まあ、アメリカってこの民設あか間接民主主義、えー、まあ議会制民主主義と呼ばれるような国になってると思うんですけど、やっぱりなんかその、 抑制と均衡によっていろんな素早く判断ができないんですよね。どうしてもいろんなチェックが入るので。で、判断が早く決まらないため、なんかそ,のそこにある予算とか、そこにあるものの取り合いにな,なってしまいがちなんですよ。なんでゼロサムのゲームになってしまうんですよね。ただ、その予算が 予算っていうか、まあ、GDP が伸び続けていればその戦い合いにはならないんじゃないかとむしろ、まあ、どう分けるかっていうのを、えーまあ、いわゆるそのどんどん伸びていれば全員にとってピースが残るので <laughs> なので、えっと、あの最終的にハッピーになるんじゃないか、まあ、ハッピーっていうか、まあ、全員何かしらの取り分を取れるので、えー、それでゼロサムみたいなゲームにならないっていうところ、えー、なので,、まあ、でむしろなんかすごい う,ずうざいなんか政治家とかであれば予算を与えられないうーんようになるのでまあ,あのいわゆるその、えー、その中で、えー、ちゃんと、えーまあ、正しい人たちに正しく予算がより触れられるんじゃないかとそのピーター・ティリさんが思っているのがこの分,分裂してる社会っていうのはこのイノベーションの原則の下流効果なんじゃないかと伸びてないからこそ えー、ゼロサムゲームになってみんなの中今残ってるものを取り合ってそれでそれによって分裂が起きるんじゃないかとんそっちが先なんですねでなんでむしろまあいろんなものがその成長している段階だと成長してどんどんその新しい予算っていうか新しいお金があり余るのでそれをみんなより取,れ取,り,取りやすくなる。 からこそ分裂って起きにくくななるんじゃないかと別にそれによって分裂がゼロっていうわけではないですけどでその分裂が起きることによってあのそれが後になんか被害者妄想とか、えーまあ、後にポピュリズムとか、えー、課題をいろんなところにスケープゴートするみたいなことが後々起きるとでそれによってその社会がより均一化してしまってその異強的な考えを異強、えー、的な考えがやりにくくなって でそれによってさらにイノベーションが減速すると。うん。だからそういうサイクルが起きてるんじゃないかっていうのが多分ピー,ターさんピーターさんの考えで。宮武さん的にはどうですかそれは。まあなんか一理あるかなっていうふうに思いますね。なんかどっちからスタートしてるのかっていうとなんかこの考え自体はなんかまあ、ある意味間違ってないのかなっていうふうには、えー、思っていますね。 ささんんこれ聞いてどう思いますいや、まあ、正直めっちゃ難しい難しいというか理解が難しかったしちょっと <laughs> う、ねうん、難しいんですけどまあどっちから始まるかとかですよね、うん、これってちょっと進めていただいてもいいですか <laughs> ちょっと私も <laughs>、はい、だ感覚雰囲気めっちゃ理,理解っていうかわかるんですけど、まあ、なかなか答えって多分出,出にくいものだと思うのでお互い関連し合ってると思うので、はい、そうですね そのなんかその被害者意識のカルチャーとかポピュリズムとかまあキャンセルカルチャーとかもそこに入ってくるのかなとかウォークとかもそうかもしれないんですけどなんかそれとイノベーションの,あの原則がどれぐらいそのそう密接に関わってるのかっていうのはちょっとまだ理解しきれてないですねああまあでもなんかそこで行くとなんかそのキャンセルカルチャーとかあの 意図としてはすごい良かったりするんですけど、なんか必ずしも結果としていい感じにならないわけだと思うんですよ。ねいい感じっていうのはえっと、なんか、人を守るとか、なんかそういう意図でやっているものの、うんうん、なんかそれによって、ちょっとぶっ飛んだアイディアとか考えってすごい出しにくくなってしまう、なんかそれがその一つの、まあ、それがそのイノベーションにつながることだったり。 そうですねそのバランスってどう考えてるんですかね <laughs> 例えばじゃあめちゃくちゃなんだろう <laughs> セックハラしてなんかパワハラしてみたいな人たちが「そ,のそんなのじゃあ CEO よくないよ」って言ってキャンセルされるのが OK なのかまあ別に例えば結果出してるしこの人は。 特別な人だから今回はそれの人の才能を潰してしまうのはよくないですよねっていうのも分からなくもないんですけどまあでも結果セクハラーとかパルハラ指定してますよねっていうところですよね <laughs> でもなんかや結局彼の才能カリスマがあるからしょうがないみたいな言う人もいるじゃないですか言う人もいますねだからうんそこをどう見てるのかなっていうのをちょっと思いました <laughs> <laughs> まあやっぱりその ニュアンスがすごい大事だと思うんですけど、なんかそこのニュアンスをなかなか多分、全シナリオを別にピーターさんも言えるわけではないので、なんで、基本としては法律ベースでいきましょうっていうところで、っていう回答を出すと思うんですよ。なんでセクハラとかパワハ,ハラしているのであれば、それはそれで報告するべきですし、その人は裁かれるべきっていうことは多分言うとは思いますと。 その世論がちょっと過剰になってるっていうのはちょっと分かる気がしますね。うんうん、もうこの人絶対役だからもう次は潰そうみたいな風になってしまうのはなんか良くないのかな。まあ、その程度にもよるんですけどうん、うん、なんかそれがあんまり理解しきれてないのになんかそのそういう動きになっちゃうみたいなのはああったりしまますよねうん、うんまあ、やっぱりなんかそのどちらかというと多分その新しいアイディアを 言い,言いにくい立場とかなんかそういうのをなんかどんどんえまあそういうのがどんどん加速してしまっているえっていうことを多分言ってるんだろうなっていうところでこのキャンセルカルチャーとかはその一例一例っていうかまあ完全にそのイノベーションに直接的に関わるかっていうとそこまでなんですけど多分社会としてそういう方向に進んでしまっている新しいことを言えなくなってる文化っていうのに対して多分すごいえ懸念を感じてるっていうところですね。 いい人でいなくちゃいけないみたいなのもちょっと近い話かもしれないです、ねうん。いや、多分めちゃくちゃ近い近いと思います。そのいい人の像っていうのが多分あると思うんですけど、うんうん、なんかどうしてもみんななんかなんかちょっと外れたことを言えないとか、なんかおなんかいろんな人が思ってたとしてもそれを、えー、言ってしまうと潰されるとか、なんかまあそれこそわかんないですけど、多分昔だとそのウォークがなんかちょっと異常になってるみたいなことも潰されたりとか。 うーん確かに。そのイーロン・マスクとかがもしネットがない時代で、例えば政治家とか発明家だったら、新聞でしかその人の情報を知れないとか、人捨てにしか知れないと思ったら、なんかすごいカリスマみたいな、ちょっとぶっ飛んだ人がいるらしいみたいな、ちょっとき嫌いな人は嫌いだけど、好きな人は好きらしいみたいな、<laughs> クレイジーっぽさがあんまりわかん、輪郭がぼやけますよね。うんうん、いい意味でも悪い意味でも。うんうん 草野さんが言う通り難しいところはどこ,どこまで許すのか許さないのかっていう話になってくると思うので、うん、なんかやっぱりその世界を変えるような起業家とか、はい、えすごい人ってやっぱり多少ないクレイジーな人たちなので、うん、なんかどこまでそういう人たちがなんかぶっ飛んだことを言っていいのかっていうところだと思うので <laughs> なんかそれがなんかすごい悪い方向性にももちろん行ったりしますし。 なんかすごい過激な発言をしてしまうこともあったりするのでうん、うん、そこに対してどう思うかっていうところは絶対あると思うのでなんかそこが難しいところですねピーター・ティールさんも多分明確な答えをそこに対して出してるわけではないっていうところですねまあその人たちが世界に提供してるものとか享受してるものをもっとでも評価も同時にした方がいいですよね。そ、うん、そうですすねそこに関しては多分すごいピーターティールさんも 言ってることでなんかそういう人の発言をすごいた、まあ、叩きやすいっていうのもあると思うんですけどなんかどうしてもなんかあんまり祝おうとしない変,変人が世界を変えるのに変人を祝わないっていうで、まあ、そこの変人のなんかちょっとした差分でやばい変人になったりすごい器用かる変人になったりとかするわけだと思うのでうんなんかそこの差を。 スタンダード化できないからこそ多分世の社会として扱いにくいと思うんですよね。このルールで考えるべきっていうのが言えなくなっちゃうので、うん、まあだからだと思うんですけどかそのピーター・ティルさんからするとこういうなんかそのイノベーションをどんどん加速させるための動きっていうのが絶対必要で,でそれはなぜかっていうとやっぱりその我々の世代とかそのより下の世代が親の世代よりもいい社会を えー、気づきたいのであれば何かしらの多分イノベーションというか発展が必要ですと。うんうん、で発展はどこから来るのかというとこのテクノロジーとかあと科学の発展からえっと来るんじゃないかっていうところがまあ彼の多分根本的な考ええー、としてあって、えっと、ただやっぱりそういうそれを新しいものを生み出すっていうのってやっぱこのまあ起業家とかも皆さんやら,やられてますけど やっぱりすごい難しくて。難しいで、ね。って。そのやっぱり特にそ,のそれを教育とかその、えー、書き物で収めるとかうん、うん、何かそのアドバイスを出すのってすごい難しくてでなぜ難しいかというとその今までのものをコピーするっていう話じゃないんですよね。そのちょっと改善するとかそういう話ではなくて完全にあの新しいものを作りなさいっていう話なので。 ななななんかか明確なやり方がいいじゃないですかうんないですねなんかむしろそういう明確なフレームワークを出してしまうとそれがなんか変にゲーミフィケーションされてしまってなんかほんとちゃんとした起業家が生まれなくなっちゃったりとかする気がするんですよそこのフレームワークの外にいる <laughs> まあでもフレームワークを正しくやってめっちゃ成功する人もそうです、ね、逆にいたりもする <laughs>。 っちゃいるんですけどもんかそれが絶対だみたいな感じになってしまってなんかそれ,、うん、それしか正解ではないとかなんかそ,そうしたから成功するみたいな感じが良くないと思ってますしなんかそれこそ多分これのすごい本としてはめちゃくちゃ正しかったですしそのすごい多分いろ,いろんな人の多分参考になったと思うんですけど例えば「リンスタートアップ」とかで、うん、あ,のある意味間違ってるなっていうのを思うんですよね。 なんか必ずしもあのやり方が正解ではないと思いますしその回やりましたねのその回やりましたねちょっと話しましたけど <laughs> やっぱりなんかそういうなんかフレームワークを出すこと自体はすごいいいとは思うんですけどなんかそれに変にとらわれてしまう人たちって絶対出てくるのででもやっぱりなんか次のマーク・ザッカーバーグって多分 SNS 作ってないんですよねうーん次のラリーページって多分検索エンジン作ってないんですようんその 時タイミングに合った最適なものまさに, <laughs> まさに <laughs> なんでなんかそういう人たちからいろいろ学ぶことも大事だと思いますしなんかいろいろなんかそのその人たちの何をやってきたかっていうのを理解するの大事だと思うんですけどその人たちを真似しようとすると多分うまくいかないんですようーんでだからこそ、まあ、ピッター・ティルさんもその本の「021」とかで、えー、聞いてるのはその、まあ、ビジネス系な質問で言うとなんか 誰も始めたことないすごい会社ってなんだっていう質問をしてるのは多分そういうところにあって面白い問いですよね本当にいや面白いですよねうんなかなか答えられないやつですよね <laughs> まあでもそれこそ多分彼の多分あの、まあ、それこそ面接とかでも使うって言ってるやつあの、えー、賛成する人のほとんどいない大切な真実とはみたいなやつですよねこれはあの彼も言ってますけど 事前に知ってても答えづらい質問 <laughs>。あの、来るって分かってても <laughs>、なかなか出せない <laughs>、あの、なんか、いい質問ってい、いい回答ってなかなか出せないなっていうところです、ね。大事な問いだと思っていて、なんかこの大事な問いっていうところは、なんかこの質問の重要性、なんかポイポイ、ポイントがどこにあるかっていうと、なんかこれって別にすごい、 なんか頭がいい人でも答えづらい質問で何が必要かというと頭の良さではなくて勇気なんですよ。うんうん、それを言えるかどうかっていう話で、うん、なんかみんながこれを絶対叩かれるようなことを言えるかどうかっていう話、うん、これは絶対間違ってますよみたいなことを全員から言われる中でちゃんとそれを言えるかどうか。 まあ自分にとっての真実ですけどなんかた、ただただ間違ってることを言ってもあれなんてで、無難なことは言っても驚かないですからね。<laughs> そうなんですよね。<laughs> なんで、まあ、これはピーター・ティルスさんも言ってますけど、やっぱり今の世界ですと、天才よりも不足してるものって、勇気ある人。今の世界ってど、どのところで言ってるんですかあでも、まあ、たぶん、今までずっとだと思うんですけど、あ<ー>まあ、より、より今はそうっていうところですね。へえー。 なので、まあ、やっぱり、その、よりこの、今の、まあ、経済状況、アメリカの、特にアメリカの経済状況とか考えますと、よりテクノロジーとかサイエンスの方に、えー、振り切らないといけない、えー、ところもあって、で、アメリカが発展するには、自動的になんか GDP がどんどん上がり続けるわけではなくて、えー、やっぱり、それが上がり続けられること自体がすごいレアであって、 でもそれを実現するためにはこういうサイエンスとか必要なんですけどもちろん実現しない可能性も全然ありますとまあだからこそこのアメリカがなんか間違った方向に進んでるっていう問い自体はすごいピーター・ティレさんからするとすごい大事な問いでなんかこのままアメリカがナンバーワンだとかなんかこれこのままなんか世界一になり,なり続けるみたいな 発想ってやっぱり多くのアメリカ人が持っていてそれって例えばテック層の人もそんな感じなんですかテック層の人たちも、えっと、もちろんなんかアメリカがちょっと停滞してるとかそういうのは皆さん言ってますけどただ最終的に他の、うん、国と比較するとアメリカってナンバーワンですよねっていう風になるんですよお。なんかちょっとその中国の勢いがすごく増した近年増してるじゃないですかそこの時にちょっとおおっていう雰囲気からちょっとまた。 戻ってきたって感じなんですかそこは、えっと、残ってますただ<ー>なんか例えば他の国の方がいいから違う国にす住みに行こうってならないんですよね<ー>アメリカを出たいかっていうと誰も出たくないんですよそうなんですかなんかでもちょ日本行きたいなとかなんかちょっとヨーロッパ住みたいな結果あれって多分二年ぐらいいて戻って戻りに行くんですよ <laughs> アメリカにへー 心地やっぱいい。まあ、まあ、家族もいるし、慣れてるしっていうところ。結果として、まあ、日本の方が平和だったり、日本の方がなんか安全だったり、いろんなことあるんですけど、結果的に事業を成長するとか、なんか、より大きなものを作るってなると、やっぱりどうしても皆さん最終的には、まあ、これ全員ではないですけど、ほとんどの人はアメリカを選んじゃうんですよねで。そこはやっぱり変わってないんですけど、それを当たり前のように捉えてる人が多分多すぎて、 でだからこそ、ピーター・ティールさんはそこに対しての問いをかけるべきっていう。で、それをなぜ、やっぱり、なんか、ここまで、そのイノベーションの原則とか、なんか、そういうところはすごい気にしてるのかっていうと、ピーター・ティールさんが、なんか、一番恐れていることって何かというと、まあ、すごいざっくり言うと、世界の崩壊なんですよね。ざっくり、すごい壮大なこと言ってますね、<laughs> ざっくり。<laughs> あの ア,アポカリプスを<ー>、えー、恐れていて、まあ、それがいわゆる実現するんじゃないかっていうのが多分彼の考えでもあってえー、ちょっと詳細聞かせてください<笑><笑>でもなんかこのアポカリプスっていろんな形があるじゃないですかで今までいろんなアポカリプスが語れてきたわけじゃないですかあ<ー>まあそれこそ本当の昔の、まあ、西洋とかだとその、まあ、キリスト教の文化だったので、えーまあ、ハルマゲドン えーはいわゆる最終戦,戦争みたいな感じですよね、はい、あの世界の週,週末における最終的な、えー、決戦の地ですかね、えー、が言われてたり、あと、アンチクライスト、あの反キリストっていう部分ですかね、うん、ア,ンチアンチキリスト、えー、っていう存在が出て、えー、きて、世の中をあの制覇し,し,て、えー、してしまうんじゃないかっていうのがまあ昔あって、でまあ、第二次世界大戦が終わったあと、えー、に、えーまあ、冷戦とかの中でもやっとよく言われていたのが核兵器ですよね。 えーまあ、それこそ彼の師匠であるあのジラールとかはこの核兵器が一番あの最終的に核兵器でみん,なみんな死ぬんだっていう話をしてたので <laughs> あの、まあ、そ,そういう話もあればもうちょっと近年で言うと例えば環境問題とかあと,えっと最近ですと AIAGI みたいな話ですよね。でまあ、えっと あ,のまあ、あとあと言うとあのコロナのタイミングですとそういうバイオテロとかウイルスとか、えー、そういうものも、えー、出てきたと思うんですけどなんかこの今までそのさっきも出したいろんなアポカリプスの事例で2つのすごい面白いポイントがあって、えー、でまずは、えー、っとそれぞれのアポ,アポカリプス、えー、には、えー、っと多少なりも、えー えー、心配すするべきポイントはちゃんととありますと、えーまあ、例えばその核兵器、えー、の話でいうと、まあ、昔その冷戦の時もそうですけどアメリカとロシアの間で一回それが本当に起きそうになったりとか直近ですとやっぱりこのロシア・ウクライナとか、えー、イスラエル・パレスチナとかのえっと話で、まあ、かそ,こそこにエスカレートする可能性はゼロではないので,で、えっとまあ、むしろちょっと上がってる。 えー、感覚はやっぱりどうしてもあるので、まあ、そういう意味ですと、えっと、そこの可能性とリスクは本当に存在しますとで、えっと、もちろん環境問題も、えー、あのやっぱりリアルであってあの、えーまあ、地球全体に影響を与えるものなのでそこもすごい えー、いろんな意味で真実がありますと。で、まあ、そのバイオテロとかウイルスとか、えー、に関しても、あのまあ、今の AI の発展っていうのもあって、あの作るのがどんどん簡単になってしまっていますと。うん、で、もちろんこの AGI みたいな話は、なんかどうなるか正直わかんないものの、なんかそういうリスクはいろんなめちゃくちゃ頭いい人たちも言ってるので、可能性としてはゼロではないかなと思いますと。でもなんか、ピッタ・ティーリさんからするとすごい面白いのが、いろんな 世界を葬るようなリスクがあっていろいろいろんな人がそれを語ってますとめちゃくちゃ頭いい人たちが語ってますと、うん、でも基本的にほとんどの人は一つにしかフォーカスしないんですよそのアポカリプスを予言してる人はその一つの事象、はい、ジャンルしか見てないみたいななんで<ー>例えばですけど例えばグレッタさんみたいにその環境問題について語る方々はそれそれで正しい考えを持ってるんですけどそれにしか そ,れそのリスクしか考えてないあー確かになので彼女とかまあその環境問題の人たちに対して指摘をする,するとするとピーターティルさんがあの他のリスクを、えー、しっかり考え抜いてないっていう例えば、A、AI とか核兵器の問題のリスクをそこの理解度が低すぎるんじゃないかとで逆に AI の人たちに関しては環境問題、えー、のリスクについて えー、あのそれをちゃんと計算してないとか複数のリスクあることをなんか認識してる人がそこまで多くないんじゃないかとあ全部それリスク考える大変ですもんね <laughs> まあ暗,暗くなっちゃいますよね暗 <laughs> い <laughs> でも要するにそれぞれ専門知識深掘るものが大量にあるしまあでも まあそうですね今までの学問だとそこを深掘ってそこの専門になってっていうのが踊ると、うん、踊るとっていうかそ,それが多いからなんですかね、うん、でもなんかそれしか考えないっていうのは確かにそうだなっていうのは思いますでもちろんなんか なんかそれ以外もなんか認識したりとかしてると思うんですけどただそれしか語らないってんなんかそれはそれですごい不思議だなっていうのは個人的に思いましたその本とかその人類学者の人とかそういう人がそこの層にいるわけじゃないんですかねじゃあまたんなんかどこまで正直なんかアポカリプス系の話ってさ皆さんされるのかがちょっとわかんないのでこもわかんないですけど<ー>多分想定するとそういう方々が多分 そのの複数の目線から見ててるって感じになりまますよねまあなんかでもそういうちょっとちょっと興味深い現象が起こっているのがまあ一つ目のちょっと面白いポイントでなんか二つ目が何かその大昔だとその、えー、ハ,ルハルマゲドンとかそのアンチキリスト、えー、の,そのアポカリプス的なことが起きるっていうのをあの 僕の人たちは恐れてたっていう話をしてたと思うんですけどそのハルマゲドンかアンチキリストのどっちの方が皆さん恐れてたかというと多分ハル,ハルマゲドンなんですよね。本当に言うとアンチキリストを恐るべきなんですよ。<ー>なぜかというとこのアンチキリストってハルマゲドンを起こす前,前例にあるんですよ。ん<ー>まあ、いわゆるキリス,キリストを に見せかけててななんんかか世の中を支配してでなんか悪いことさせて最終的にそれがハルマゲドンになるっていうのが多分なんとなくな流れだと思うんですけどでもやっぱり「ハルマゲドン」の方がわかりやすいんですよねその最終戦争とかその世の中を滅びるっていうの絵が,絵が見,え見えやすいのでグロテスクな様子が見えてきますよねちっちともう天気が悪くなってもう死ねみたいな。<laughs> <laughs> 多分アンチキリストってなかなかそれって想像ができないんですよ。でもそのアンチキリストのがなんか世界を支配するなんかフィクションの本がいくつかあるんですよ。あまり存在しないんですけど。なんかまあどうやったらなんかそ,うなんかそういう世の中になるかみたいなのがあるんですけど、ね、なんか最終的にあのその本とかではあ,のそのあるなんか世,界、えー、世界リーダーがそれで あの世界を乗っ取るんですけど何、うん、かそこのすごい本の面白いポイントがどうやってアンチキリストが世界を支配するのかが誰も分かんないんですよなんか気づいてたらそうなってたっていうそれていう本なんですかえっとなんか2つあって1つが、えっと「Lord of the World」っていう 本でもう一つが「War Progress and End of History」っていう本なんですけど、まあ、どっちもフィクションで昔に書かれてた本なんですけど低くそのアンチキリストがなんか騙されるようなスピーチをなんかすごいカリスマ性のあるスピーチをは多分は話したりとか、えー、しているんですけど、うん、誰も何を言ったか覚えてないみたいな。はあ<ー>。<laughs> <laughs> なんか徐々に徐々になんかマインドコントロールされるみたいな。 世界,<ー>世界が描かれてるんですよね。わ <laughs> でもなんかピーター・ティールさんからすると現代版かこういうこういうアポカリプス的な考えをどんどん、まあ、いろんな人たちが言い始めると最終的に一つの道のり一つの解決案が出てくるんですよね。でこれがピーター・ティールさんの一番の恐れてることで。 うんうん、それが、えー、世界を支配する世界政府なんですよ。で、なんか、これって、なんか実は、なんか過去にもなんか提案されてることでもあって、へ<ー>もちろん、なんか、難しいのは、これ、悪い意図で言われてないからこそ、だからこそ、アンチキリストみたいになんか、あの、あのなんか、徐々に徐々にマインドコントロールされるような感じっていうのを、ピート・ティルさんが多分考えてるんですけど。 まあ、みんなの安全を守るために共通のルールを設けましょうっていう。まさ,まさにそういうことですね <laughs>、まあ。いい、聞こえはいいですよね。なんで聞こえて普通にいい,いいことな気もするけど。そうなんですよ。あの、まあ、それこそ1945年あのに、その、まあ、アメリカの場合でしたあの、えー、原子爆弾を落とした後、えー、に、えっと、その、えー、それを、 まあそれを作ってた研究者とかがえっとアメリカでショートフィルムを出したんですよね。でそれが「OneWorld orNone」っていうショートフィルムだったんですけどなんか最終的にはその核兵器を世界政府に渡さないともう世界が滅びるぞっていうのを明確にすごい <laughs> あの言ってるんですよね。え核兵器を世界政府に渡さないともう世界が滅びますと、まあ、いろんな国がそれを使って。 まあそれで世界がなくなるぞっていう話であ<ー>一つの国に委ねたらいけないですと中立なところに追いつきましょう中立な世界政府にあ<ー>、えー、世界の安全のためには置かないといけないですと中立は難しい<笑><笑>す、ね、全ての中立は難しいんですよ <laughs> <laughs> でもそれこそ AI でも同じような会話ってあ,あったじゃないですかここ,、えー、こ,こ12年ぐらいああの AI によって、まあ、それこそサム・アルトマン ですらあのそあの、えー、グローバル AI コアディションを作るべきと。おお、サム。で、なんか、まあ、それ以外にもトト。トップはどうせサムなんですかトップボードメンバーにはサムが私が、<laughs> 私がじゃあ私がっつって。じゃあもう一人はちょっと知り合いのお友達で詳しいんでっつって。うわー、元セールスフォースの。<laughs> まあでもなんか、それこそ、その、なんかその、AI に、AI リスクに対する、なんか論文が前に出てきた、論文記事ですかね。なんかそこでは、その、あの、異教的なアイディアを阻止しないといけないですと、なんかそれによって、なんか AI が変に、なんか誘導されて、なんか AGI 的なあの世界を滅びるようなシナリオが描けるんじゃないかみたいな話もあったりするので、まあ、草野さんがさっき言ったように、 平和と安全のもとにあの世界をコントロールする世界政府が作られる可能性が、まあ、最終的にこういうアポカリプス的な要素をまいうとそこに全部道のりが向かってしまいますと。でアンチキリストと同じようにそれ,それが何が起きてるか分からず我々そこの道に向かうんじゃないかとうん難しいですねその、まあ、小さい規模感で言うとその、まあ、政府とかうん、うん、その まあ法律とか警察とかもそうかもしれないですけどその秩序を守るためにルールを設けてそこのルールのもとにやっていきましょうみたいな枠は必要だとは思うんですけどなんかそれをどの規模で,で誰が権利を持ってリーダーをするかっていうのがめちゃめちゃもっと難しい話ですねこれ。そ <laughs> そうななんんですよねなんかしかしもそれが なんですかねやっぱり平和と安全っていう名のもとでや,やると全員知ら,知らぬ間にっていうよりもなんか自ら受け入れてやるんじゃないかっていううーんまあそ楽ですよねそっちの方がうんうん、うん、それこそあの「えー、スター・ウォーズ」でも実はこのシーンこういうシーンってあ,<お>あ,ありまして <laughs> スター・ウォーズ <laughs> <laughs> あのその、まあ、共和国が 帝国になるる瞬間があるんですけど、はい、その帝国になるのは、えっと、その時に、まあ、あの悪質な人たちがいてそれをそ,ういうその人たちをやっつけるために、まあ、いわゆるその平和を守るために一時的に帝国にな,れならないといけないですっていう投票が行われてそれが最終的に、うん、あの通るんですよ。えー、でその時にあ,のあるそのメインのキャラクターが。 いうのが、はい、こうして自由は死んでいくのですねと、えー、万来の拍手とともにと、はあ<ー>、<laughs> それはめちゃくちゃ正しいと思いました。<laughs> 悲しい語りですねそれ。うん。<laughs> すごい。<laughs> でもすごい正しいなと思ってでここあのしかもその自由まあ英語で言うと liberty なんですけどっていう言葉を選んだのはすごい正しいなっていうのをも思いましたね。 うん、それはちょっとに普通のフリーダムとかちょっと違う。あでもフリ,フリーダムっていう意味合いですよねそこは。でもなんかその自由ではなくてなんか違うなんか言葉とかを使,使うのとはちょっと違うかなと思う最終的にこれ個人の自由に関わる関わってくることっていうのをなんかしっかりそれを言ったのはいいかなっていうのも思いますけどでもなんかそれこそさっきのアンチ,アンチキリストにも戻すと。 その聖書の中でそのアンチ・キリストってもちろんところどころ出てくるんですけどアンチ・キリストのスローガンが書かれてるんですよ聖書の中に何を言ってなんか人々をなんかあの惑わせるのかっていうところでそのスローガンが平和と安全なんですよ。平和 まあみんな欲しいじゃないですかやっぱりそりゃそうですよそれは <laughs> <laughs> それがそ,それだけあれば幸せですもんでもやっぱりそれ,それを取る時のトレードオフを考えないといけないと思うんですよ、うん、でも基本的にその平和と安全っていう言葉だけで判断してしまうしまいがちそれはもちろんみんな安全として感じたいからこそそっちの方向に行きがちだと思うんですけど ましてや、守るものみたいになのともう何も考えずに <laughs>、ね、娘がいるから、子供がいるからってうん、うん、奥さんがいるからってなると、もう本当に、もうイエスの考えずに、そっち、もう決めちゃいますもんね。んまあそれは普通、それ、わかるんですけど。普通ですよね。普通なんです <laughs> めちゃくちゃ普通の考えと思いますし、ほとんどの人からすると正解だと思うんですよね。それがそうするのが正解なんですけど、<laughs> そうなんですね。そ,<う>その、なんてか論理でいかない部分がいっぱいありますよね。いや。 まあ論理でいかないっていうのもそうですし何ですかねそのちょっとカオスになる分のアップサイドを見えないっていうでそれはアップサイドがギャランティーされてないからより分かりづらいと思うんですよでも人の動きとかでこういうふうなインセンティブ設計したらこう人動くだろうなみたいなのはできそうなできないですかそれ含む複雑か難しいんですよねアップサイドってギャランティーされてないので100%ギャランティーできないじゃないですか 結局起業してもほとんどの人失敗しちゃうので <laughs>。うーんなるほど。なんで安全、安全性で言うと大企業に働くのが多分正しいんですよね。うーん、そうですね。でもだからこそ世の中は基本的にそっちに向いてるわけじゃないですか。うんうん。でもなんかそこのちょっとカオスを選びますけどアップサイドがあるっていう道のりが多分起業とかの道のりで。うーん。でもなんかこれってなんか 僕はこれなんかビジネスとかだとすごい分かりやすくて特にスタートアップ業界とか VC 業界にいるとすごい分かりやすいんですけどこれって文化的にもなんか国,国レベルでもこういうのってよく起きてると思っていてうん、うん、なんか例えばですけどアメリカだと9112001年のテロの事件ですよねその時に何が起きたかっていうと、えー、安全性の 名のもとアメリカが、えっと、米国愛国、えー、愛国者法っていうものを通すんですよ法律をうん、うん、でそこで何をやったかというと、えー、そのテロを、まあ、見つけるためとか、まあぶり出すために、えーまあ、最終的に行ったことは国内での盗聴を許したんですよ、うんまあ、いわゆる安全性のもとで、えー、自由を個人がなくすっていうまさにそういう意味合い うーん本当にでも、タイミング、難し、い <laughs> 難しいとしか言えないというか、そ,そのタイミングで、それはそうすべきって思ってしまいそうですよね。<laughs> いやぜ、絶対思ってしまい、しまいそうなんですよ。うん、であいあの、あの、米国愛国心法って、愛国、えー、愛国者法か、えー、は、えっと、多分、ほぼ全員 OK したはずなんですよ。多分、ほぼ見ずにだと思いますし。うん、ほー でもやっぱりそれだけなんか国が一,一斉になるっていうかなんか一緒になってなんかこのこの悪い人たちをやっつけようと我々のなんか安全安全第一だっていう話どうしてもなってしまうんですけどでもなんか自由がどんどん削られてしまうとやっぱりイノベーションとかイノベーターが出にくくなるっなんか例えばですけど日本だとわかんないですけどアメリカだと やっぱり大学とかの教授でめちゃくちゃ頭いいし教授ってっいっぱいいるんですけどめちゃくちゃ頭良くてぶっ飛んだ教授ってなかなかいないいなくなってるっていう話があってじちあこれなんか別にデータデータで取ってるわけではないですけどぶっ飛んだってデータにデータとしてないので <laughs> でもなんかそういう人たちがちょっと変わったアイディアとかなんかいろんな新しい発言をすることによってなんか いろんな考えを持つ生徒が出てきたりとかするんですけどでもやっぱりどうしても人人々人間ってその社会のプレッシャー耐えられない人って多いと思うんですよね。うんうん、で特にちょっとでもその社会性があったりとか、まあ、ソーシャル EQ みたいなものがあるとそのプレッシャーをめちゃくちゃうまく汲み取ってそれで自ら持ってるなんかちょっと変わったアイディアとかを押し潰してしまう。 傾向があると思うんですようーんただあの自分も含めてですけどそうなんですかいやそれは多分全員そうだと思うので<ー>なんかこれちょっと違うんじゃないかみたいなことを思うかもしれないですけどなんか社会全員なんか全体というか周りの人たちがいやこ,うこ,うこうするべきって思うとあ、まあ、なんかじゃあそ,そっかみたいなこれが普通なのかとかで、まあ、なりがちだと思うんですよね。<laughs> でもなんかこの平和と安全 っていう名のもと新しいことができなくな,なる世の中って起きてもおかしくないと思うんですよ。まあ、それが多分ピーター・ティールさんが向かってる世界だと思ってるんですよね。ん。だからこそそれを阻止,阻止するための動きが必要っていうところですね。<laughs> うん。そう思いますか。まあでもなんかこの世界政府 まあ、なんか世界政府っていうもの自体が出てくるのかは正直わからないですと、えー、なぜかっていうと世界自体が結構いろんなその派閥に分かれてるわけなのででも何かしらの国をまたいだ政府っていうか組織っていうのはどんどん出てくるかなと思いますしすでにいろいろあるじゃないですか NATO もそうですし国連とかもそうですしなんか何かしら存在していてなんかより国国同士の 競争が激しくなったり、まあ、特に今だと米中とかだと思うんですけどそれがもしエスカレーションした場合なんかそういう役割がどんどん重要になってきますし、まあ、テクノロジーもどんどん危,危なくなってはいくのでそうするとそれをコントロールし,しようとする人たちは絶対出てくると思います。国そういううういいとかも私もどういう なりゆきで発足されてその誰がこう取りまとめしてるのかも正直理解してないんですけど100%中立な組織みたいなのは難しいような気をするんですけどうん、うん、どうやったらそういうものが作れるんだろうっていうのはなんかでも多分のそ,そ,のその当時の,あの権力を持ってる人たちが多分リードになってくると思うんですよ。 うんまあ、それこそ国連も多分そうだと思いますし NATO とかもそうだと思うんですけどあの、まあ、今、US 中心で動いてるわけなので大体何かしらのなんか世界戦争が起きたあとになんか作りやすかったりとかするわけなので、うん、何かやっぱりコンフリクトっていうか何かリスク巨大なリスクが出てくることによってそれに対しての対応なんですよね。 なんでこういう AI みたいなものが発展するとどんどん作りやすくなる状況になっていくっていうまあ面白いですね面白いっていうか <laughs>、うん、まあでもなんかピーター・ティールさんからするとこれにじゃあこれに対してどう対抗すればいいんだっていう話になってくると思うんですけど <laughs> うーん、まあ、ピーター・ティールさん的にはなんかその割と秩序は自由の中には 秩序のフレームはあった方がいいんじゃないのっていうタイプなのかなと思ったんですけど,どう、どこまでその自由を加減してるのかは気になります。うん考えてるのか。まあでも、ベースとしてその個人の自由はまあ一番っていうところは多分彼として考えがあるはずですもちろんなんか完全なる自由ではないんですよね。けうんうん、結局、あの何かしらの法律を守るとか、そういうのはしないといけないっていうのは彼も思ってるわけなので。ただなんか それを今ある個人の自由以上にどんどんそのそれをなくすっていうのは多分良くないっていうのを思ってますしそれがなんかちょっとでもなんかなくなるっていうかもう落ちるとそれが落ち続けるんじゃないかって多分恐れてると思うんですよね自由がはいなくなっ、はい、うんだそこに対しての対抗をしないといけない でそ,れそれってでも根本として自由があるからこそ新しいことができて新しいことができるからこそそれが、えー、その新しい企業とかその国の生産性につながるものうん、うん、でこの原則のあイノベーションの原則を止められて加速させられるでどんどん国がどんどん良くなるとその分裂も どんどんなくまあ完全にはなくならないですけどえっ、ー、と今今までと比べるとなくなり始めてそれでカルチャーもどんどん良くなるっていうのが多分彼の根本としての考え方なんですよねなのでレースとしてあるのは個人の自由でそこからどんどんその国レベルカルチャーレベルでえっと、えー、世の世界をよもっと良くできるっていうのが多分彼の信じてることですねなるほどまあでもなんかそれに対抗するための動きって彼もいろいろとってええー いるわけなので、まあ、それこそティールフェロープログラムもその大学っていう、まあ、ピーター・ティールさんからすると今,今特に今の大学はもうなんかあのただただやばいあの組織だと思ってるのでそこからあの人々を救い出すっていう多分考えを多分彼は思ってると思うんですけど救 <laughs> い出して自ら新しいアイディアを考える。 うんっていうのをちゃんと、えーで、それに対してのリソース、まあ、お金ですよね、えー、を提供して、まあ、お金とか一部メ、まあ、メンタリングっていうよりもネットワークを提供してあげるっていうところもそうですし、ま,あ、まさにファウンダーサファンドっていう VC っていう形も同じくだと思うので、そのいろんな自分のアイディアとか新しいことを作ろうとしてる人たちに対して資金提供するとか、まあ、でもそれこそトランプを支持しもともと支持した理由はそこにあったので、あの今の、えー、アメリカ政府を、えーまあ すごい簡単な言い方で言うとぶち壊してくれる。ぶうん、うん、ち壊してゼロから作り直してくれるっていうのが、えーまあ、まずはぶち壊すっていうところですけど、えー、それをやってくれることを期待していてそれをトランプが、まあ、ピーター・ティールさんからするとやらなくてすごいがっかりしたっていう話だったんですけどちなみにその今の選挙については何か言及されたりとかしてるんですかえっと今の選挙に関しては、えっと えーまあ、多くの人たちが結構近いんじゃないかと結果が、まあ、ハリス対トランプの中であのほぼ同等ぐらいにな,るなってるんじゃないかっていう話なんですけどピーター・ティリスさんからするともう完全にトランプになるんじゃないかと<ー>結構圧倒するんじゃないかみたいなことは、えっと、彼は言っていますし<ー>、まあ、彼は多分ど,どっちかを選ぶ,か選ぶとするとおそらく、えっと、トランプを選びますへーっ。っておっしゃってたんですか っって言って言ましたハリス対トランプの戦いだとあのトランプを選びます。おお、面白い。まい、あ。ちょっと気になりますね、11月結果はそうですね、11月の、うんえー、5日とかなので、まあこの、このエピソードを公開される多分1週間後とか、ね、<laughs> だったと思うので、ちょっとどうなるかすごい気になってますけど、まあ多分当日あの決まらないと思うので、あのまあ、でもなんか何かしらこの 一つの世界政府が作られるみたいな、えー、考えてまあやっぱりピーター・セリューさんの話を聞いてると多少なり理屈は合ってるかなと思うので <laughs> 完全そうなるかどうかは分かんないですけど何かしらそのそういう道のりっていうのがどんどん見えてき、えー、ますしまあその去年の春とかもオープン a イの。 サム・アルトマンを含めてグレグ・ブロックマンとかイリア・あのサツケーバーとかもなんかその IAEA ってインターナショナル・アトミック・エナジー・エージェンシーっていうあのあの国をまたいだなんか組織を作ろうとしてたりもしてたのでなんかこのまあ今日は多分ここで一回終わらせたいと思うんですけどなんか今までのやっぱピーター・ T さんの話を聞いててもなんか 個々,個々の話自体はすごい面白くてなんかすごいいろいろんな意味で意味がある, <laughs> あると思ってますし何か何かしらの真実をやっぱり貫こうとしてるのかなっていうのは思ってたんですけどなんかいろんな話をやっぱり聞くとなんかこういう世界観っていうかなんかなんか全部つながったっていうのあれですけどなんかそれがより見えたっていうのは個人的にはすごい。 学びになりましたした、まあ、それが正しいかを置いてなんですけどあのなんかそのもとで考えると彼の今までの話は全部理屈通るかなっていうのは思いました <laughs> 面白いですねうん、うん、なんでまあネアークはいつかオフトピックにピーター・ティルさんを呼べるようになって、うん、ちょっとここら辺の話は聞きたいですよね 確かに、ここに来られる、まあ、来られたり本出版した時来られてましたけど、なかなか最近来ないですよね、多分。確かに、でも、ゼロ0ワンの出版イベントの時スタッフで手伝ってたんですよ、イベントやって。え、そうなんですかいや、懐かしいなってちょっと今思っちゃいました。企業が集めてイベントやってたんですけど。うん。いや、でもなんか、なんか、ちょっと怖いですけどね、質問したら。 いや全体が間違ってるって言われて <laughs> <laughs> ピーター・テイルさんの <laughs> 話術 <laughs> 話術はちょっと,ちゃ,んとちゃんとこっちもいい質問をする,するのを考えないといけないので <laughs> <laughs> まあでもどっかのタイミングで呼べたら、えー、嬉しいですよね。なんかさっきの小説の話で私もすごい近しい本をなんか読んでんジョージ・ソンダースっていう人分かりますかね結構なんかその人が書いてる 短くて恐ろしいフィルの時代っていう<ー>本があって、じゃあ、Brief and f オ g h t i n g i of i l みたいなタイトルの本なんですけど、なんかそれが。フィルって名前のフィルフィルって名前のフィルっていう人が出てくるんですけど、<ー>そ,のひその国に入るのは一人しか、一人ずつしか入れないぐらいすっごい小さい国があって、ファンタジーなんですけど、うんうん、その中に、その外側にすごく広大な。 あの国があるみたいな2つ小さい国と大きい国があるみたいな感じででその外側に内側の人がもう人が溢れすぎててちょっとはみ出ちゃうんですねで外側の人が「ちょっとはみ出てるぞ」って言ってっとトトトトってフィルって人がやってきてこれはもうはみ出てるからこんな広大な素敵なこの外側の国にはみ出るんじゃないみたいなちょっとすごいいい演説をするんです。<laughs> で、ここで税金を取ったらいいじゃないか、みたいにって<ー>ああ。フィルの言ってることは素晴らしいってなって、で、フィルがすごくヒーローになるんですよね。で、その、なんかいろいろどんどん、あの、役職を上げてって、で、あの <laughs>、で、大統領に会ってなの、フィルって何者なんだって言って、いやいやいや、まあまあ、ちょっとそのネクタイ貸してくださいよってってで、このネクタイをしたらね、もう大統領っていう握手ですよね、みたいなです、こうどんどん <laughs>、あの、大統領になっちゃうんですよね。へぇ、えー。 みたいな話で。で、その、<laughs> ちょっと似てる。さっき、さっきの小説とちょっと似てるっていうか。<laughs> アンチキリストだったんですか <laughs> <laughs> なんかそう支配がどんどん強くなって、そのマスコイみたいな人たちが、僕たちはこのスクープを取るために生きてるから練習をしてるんだっていう、なんかスクープの人がいたりとか、<laughs> フィルを手伝う人は、何でもやるんですけど、僕たちのことを褒めて、 くれたら嬉しいんで、それだけだったら、それをしてくれたらもう何もいりません、みたいな。うんうん、あの、参謀みたいな人がつくんですよね。<laughs> <laughs> で、なんかもう支持者がどんどん集めてって、で、この同意書ちょっと配るからさ、みんな、あの、書いてって、つって。でもみんな尊敬され、尊敬しすぎてて、ちょっと内容を見せて、つって、お前、もう一人の人が、他の仲間がな、中身を確認するなんて。 尊敬してないっつって何も見ずにみんな書いてって <laughs> <ー> <laughs> みたいなや<ば>い <laughs> でも,もうアンチキリストじゃないですか <laughs> です,すごいでもいい演説をするんですよねその人はやっぱカリスマ性が必要ですもんねうい,ういやめっちゃ面白くてなんかそのあ人が溢れてもしょうがないからちょっと、うん、あの隔離平和促進隔離 <laughs> 空気みたいなの作りますって言ってそこに全部あの一時待機ゾーンみたいなそこの溢れた人をそこに入れるんですけども隔離してるんですでも実,は実際に言うとでそこで税金を取ったりみたいななんかそういうことをしてあの消し去ろうとするっていうその中の国の人たちをなんかそれの小説を思い出しましたいやーでもまさにそうそれが現代版のあれだと思いますねそれがなんか一人がやるのかなんか でもみんな多分そのアンチキリストとかなんかそう,そういうのをイメージするとき、まあ、今回その,その草田さんが言う本だとフィルフィルがやってますけど一人の人がやるっていう前提でみんな動くと思うんですよでやっぱりそれって多分昔からその王がいたりとかなんか悪い王とか悪いなんか貴族がい,いてそこのトップのリーダーとか大統領とかがいるっていう想定でやってると思うんですけど 必ずしもそうじゃないんじゃないかともちろん,なんかその中で多分リーダー的な存在が絶対出てくると思うんですけど、うん、なんかそういう人がいながら、まあ、そういうカリスマ性の人がいながら全員が賛同してやるんじゃないかっていうところですよね。<laughs> 怖いですけどその一人になる可能性は大いにありますよね。いや大いにあると思います。うん、<laughs> まあでもそれこそオフトピックでも AGI の,の怖さみたいな、ね、つ みたいなエピソードも出してたわけなので。<laughs> <laughs> なんで、ちょっと、ちゃんといろんな人を疑えるようになりましょう <laughs>。疑えるようになりましょう。ぶ,ぶっ飛んでも、行きましょう行きましょう。<laughs> ょう <laughs> はい。 じゃあ、今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック g p のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラム、オフトピックグラムもノートでやっていうので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。えっと、そして YouTube と Spotify でもビデオ、ポッドキャストやってるので、ぜひご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。